俺の？なんで？だってほら、先輩ってお日様みたいじゃないですか。だから先輩が来るイベントは晴れだってみんな言ってるんですよ。そうかもね。コウの頭は年中あったかいもの。年中あったかいって、そりゃ俺がバカってことか。気づけたならバカじゃないね。よかったね、コウ。あ、先輩、その人もしかして彼女ですか。違う。コウの姉で城島月子っていうの。初めまして、コウがいつもお世話になってます。妹だろ。いもうと。そっか、それでプールで一緒だったさよさんとは違う人なんですね。どんな関係かなって困っちゃいました。初めまして、カナンレイです。不破先輩に憧れる元気一番男子高校生。あだ名はうち太郎です。よろしくね、プチ太郎くん。でもちゃんとこうさよさんとやることはやってんだ。うん、男の子はそうじゃないと。お姉さん安心したぞ。違う、あれは仕事。探偵の仕事で潜入捜査。なんだ残念ね。プチ太郎くんですよね。今だって月子さんとカップルみたいに見えるのに、先輩ってば照れちゃって。照れてねえ。たく、変わらねえな。どっちにしても今日はたくさん楽しんでいってくださいね。僕はいろいろ準備があるから先輩の案内は無理なんですけど。心配すんなって。入り口でパンフももらったし、買って知ったるなんとかだしな。それじゃあこれで、キコさんも楽しんでくださいね。プチ太郎くんもね。転ぶなよ。はい。かわいい後輩ね、あの子。いかにも学園生活って感じ。ほんといいやつだよ。俺よりよっぽど学生してる。さ、行こうぜ。まずは腹ごしらえだ。私ね、焼きそば食べたい。それから、お汁粉とおでん。おいおい、そんなに食うのか。ちょっとずつ食べてね。残りはコウが食べるのよ。それなら経済的じゃない。おお、そいつはいい考えだな。よし、突撃。うん、レッツゴー。わあ、たくさん並んでる。本当にレイの言った通りだな。今年はなんか気合が入ってる。先輩、お久しぶりです。お、元気してるみたいだな。なんかすごいが…いや、プチ太郎はね、あちこち駆けずり回ってくれたんですよ。おかげで今年は講演会からたくさん援助金が出まして、そのおかげです。へえ、そりゃすごいな。ほんと、そういうところはコウに似てるね。俺はこっち方面は疎いから、あいつの方が上かもな。あ、先輩、よかったらこれ食べてください。売り物にならないので申し訳ないんすけど。サンキュー、すまねえな。うちの猫探してもらいましたし、いいですよ、そのくらい。彼女さんと食べてください。彼女じゃないんだけどな。月子、綿菓子もらったぞ。
食べるか？うん、食べる。少しだけもらうから、あとはコウが食べて。さっき言ってた通りだな。いいぜ。おいしい。ありがとう、コウ。ああ、うまかったか。そりゃよかった。じゃあ、俺も。コウ？どうしたの？いや、なんでもない。どうしたんだ、俺。こう、次おでんがいいな。おでん食べよ。わかった。じゃあ次はおでん食おうぜ。がんもどきに、筋に、大根とつみれ、それからはんぺんと。ん？ねえ、こう、これなんだろう。お、なんか珍しいもんでもあるのか？これか。トマトだよ、トマト。テレビで見たことないか？結構うまいぞ。美味しいものなの？トマトか。最近はいろんなおでんがあるんだ。なんかリンゴとかバナナもあるらしいぜ、おでん。さすがにそっちは食ったことないけどな。うん、ちょっと味の想像つかないかな。いつもは月子が俺にものを知らないってからかう方なのにな。さすがにこういうのは無理よ。食べ物関係はあまりテレビ見ないし。よし、人生チャレンジ。トマトに挑戦してみるね。おお、行ってみるか。美味しくなかったらどうせコウに食べてもらうし。大丈夫大丈夫。ちょっとびっくりする味だぜ。おお、今年もゲーム券が出店出してるぜ。何？コウの好きなの？ちょっとやっていかないか？ゲームを始める前に、何か知りたいことはあるか？何を知りたいんだ？バツボタンで通常攻撃、ショットだ。これで敵を狙って倒すんだ。何を知りたいんだ？四角ボタンで特殊攻撃、ボンバーだ。威力はあるが、使えるのは一度だけだ。あと、敵の攻撃を消すこともできる。ピンチの時に使うか、積極的に攻めるか、使いどころが重要だな。何を知りたいんだ？他に知りたいことはあるか？戦闘を始める前にもう一つ。戦闘前にこういった駆け引きを行うことがある。いわゆる心理戦ってやつだな。こういった時の選択には注意が必要だ。じゃ、早速実践してみるか。シューティングゲームは得意か？よしよし、強気だね。まあ、こんな風に戦闘次第で状況が変化する。
有利に働く場合と不利に働く場合があるから慎重に選ぶんだな。それじゃあゲームスタートだ。さて、どうして今日、俺はここにいるんだろうな。あら、尾行は探偵の基本でしょ。俺は浮気調査の真似事はしない主義なんだがね。何でも言うことを聞くって言ったのはあなたでしょ。だいたいあなたはこの私にエスコート役なしで歩けというつもりなの？あれ、おっさん、海子だもん。しまった。まあいいわ。初期目標は達成できてるんだから。目標が達成できたのなら俺は別の仕事をしたいね。今はもう7月じゃなかったかしら。わかった。小太郎、おっさんたちも来てるなんて。チケットどうしたんだ。あら、入り口で入場料を払ったら普通に入れたわよ。それなら甲の彼女さんも連れてくればよかったね。さよたんは彼女じゃねえって。何度言えばわかるんだ。あら、来てないの。てっきりこっちに来たものと思っていたけれど。俺が勘違いさせちまったからな。チケットがないと入場できないと思ってたんだ。なるほど。案外近くまで来て学校の周囲をうろうろしてるかもしれないな。あら、でもそれなら入場料を支払えば構わないことに気づくんじゃなくて。ま、それもそうか。ところで小太郎、妹さんを紹介してくれんか。ああ、すまね。月子、こっち共同経営者の日向源之丞。んで、あっちが何かと手伝ってくれたり面倒ごとを引き受けてくれる海子たん。月子です。いつも弟の甲がお世話になっています。弟？はい、甲の姉です。なるほどね。だから弟より年下の姉がどこにいるってんだ。仕方ないわ、甲。だって皆さん違和感ないみたいだよ。なに？ま、コウタロウ、人生いろいろある。人間は立場で決まるのよ。年齢ではなくてね。ああ、もういい。行くぞ、月子。もうコウったら。すいません。これからもコウのことをよろしくお願いします。
ああ、気をつけてな。しかし素直じゃないね。わざわざ追いついてこれる距離を測ってそれで怒ってるふりなんだ。光太郎が怒ってるのは本気でしょ。それでもあの娘のことを気遣ってるみたいね。どうやらあの娘本当に体が悪いよね。あんたの目から見てもそれは確かってことか。あなたの鼻でも同意見なわけね。それにしても最終目標を達成できなかったのは残念ね。まだからかい足りないのかな。当然でしょ。まあでも今日は妹さんに免じてやめておきましょう。優しいな。あら、私はいつも優しいわよ。やれやれ。で、どうするんだ。今日は7月の何日？7日。七夕はキムさんが警告した日だな。そういうことよ。そして何かが起こるならその中心は必ず光太郎。ならそれまではこのお祭りを楽しみましょう。 OK だレディ。キムさんの代わりはせいぜい務めさせてもらう。あら、別に代わりじゃなくてもいいのよ。やめとくさ。俺は友情を大切にする口でね。まあそういうことにしときましょうか。行くわよ。さすがに堪能したな。どうだ月子、体大丈夫か。俺に付き合って無茶したりしてないか。ううん、今日は本当に調子がいいから。だからおでんも綿菓子も焼きそばもトウモロコシもちょっとずつでも食べられたからご機嫌よ。入院してるとこの手のやつは食べられないもんな。それに塩分とか糖分とか多いと看護師さんに怒られちゃうのよね。でもね、学園祭に行くんですって言ったらお医者様が特別に許可をくれたの。だから猫、気にしないで。私は今日本当にご機嫌なの。そいつはよかった。誘った甲斐があったってもんだぜ。うん。でもだいぶ遅くなっちまったな。どうだ、他に見たい出し物あるか。待ってね、パンフレット見るから。軽音楽部のライブは見たし、料理兼茶道部、英検合同喫茶店、ケーキとお茶の夕べは行きたいけど、さすがに怒られちゃうしな。これなんかどうだ、生物部寄生虫展覧会。あ、面白そうだと思うんだけど、お出かけの締めくくりにはちょっと。それもそうだな。あ、これ楽しそう。お、どれだ。3年 B 組エアガン撃ち放題、今宵我が校は東部戦線に。ああ、3B のそれなら先生が怒鳴り込んできて中止になったらしいぜ。さっき通りかかった後輩が噂してた。ちょっと残念。でも当然って言えば当然か。危ないもんね。でもこう偉いんだね。え、偉い？何が？ちゃんと探偵さんしてるなって思って。周りの噂話にも耳を傾けて情報収集って、いかにも探偵さんって感じじゃない？